はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、久々にね、ワインをね、ボジョレ・ヌーボーが発売したということなので、ボジョレ・ヌーボーは買いません。まずいのでね、ボジョレ・ヌーボー以外の、1000円ぐらいの、ワインを買ってきました。名前は、イメルシオン・アン・ボルドレ・ボルドー・ルージュ2015。そしてこちらなんと、輸入者が、あ、これ輸入者か。輸入者がキッコーマン食品株式会社っていうね、醤油メーカーですよ。これ最初醤油かなと思ったんだけど、ね、これ、キッコーマンだからこれもしかして醤油なんじゃねえかと思ったんだけど、まあ、さすがに違いますね。濃く美しいガーネットレッドの色合い、デリケートな香りはゆっくりと開き、多様なアロマの中に、カシスやグリオットチェリーのニュアンスが印象的です。滑らかな、タンニンのバランスが取れた口当たり、ファイナルも長く続く赤ワインです。こちら容量が 750cc。原産国はフランス、そして、等級が AC ボルドーとなってます。そして、タイプが、辛口で。渋みが程よいになっておりまして、飲み頃温度が14度から16度。となっております。アルコール度数は 13% ですね。あれ、これどうやって開けるのこれ。あ、ちょっと待って。開け口がないだと。え、ちょっと待って、これ。あ、え、これどうやって開けるの。なんか、簡単に開けられるようになってないんだが。お？うわ、なんか、すっげえ不親切な作りになってる。は？なにこれ？超不親切設計なんだけど、普通はさ、ここさ、簡単にさ、こう開けられる、ペリペリペリって剥げるようになってんだけどさ、何のさ、あれもないもんね。はぁ、なんじゃこれ。ハサミでこじ開けるか。あ、ハサミでこじ開けられました。一応、そう。そう来る。コルク栓だ。道理では開かないわけだ。となると、これはまさかの、あれ、俺コルク栓のやつなんて俺持ってたっけ？あ、あったな。まさかの、毎回使ってるこれに、実はここにコルクが、コルク抜きがあった。あぶねえ。助かった。コルクなんて全然使わへんからな。これどうやって開けんの？これ本当に力で。普通はさ、コルク開けみたいなやつでさ、こうやってさ、両手に持ってさ、こうやってクイーってやるとさ、こう、矢じろべみたいなやつがさ、クイーってなってさ、やるやつあんねんけど、専用のやつ。俺それ持ってないんで。物理的に引き抜くしちゃうね。疲れた。一瞬開かないかと思った。あぶねえ。コルクはね、
なんかいいらしいですよ。何が、なんか、あれらしい。普通のキャップとかよかは、密封度が高いらしいです。しかもこれコルクってことは、蓋が、閉めらんねえじゃん。蓋が閉めらんねえってことは、これコルクもう一回させないよね。ワンチャンさせるか。まあいいや、乾杯。うん。うん。うん。辛口だけあって、あれですね。うん。結構渋みも、そこそこあって。うん。本当は俺、辛口あんまり好きじゃないんで、甘口の方が良かったんだけど、甘口が売ってないんですよね。1000円クラスで甘口、売ってっかなと思ったら売ってなかったんで。多分安いやつだったら300円とかのワインあるじゃないですか。ああいうやつだったらね、甘口はあるんだろうけどね。どうにもこうにも1000円クラスだとないのがね。高いワインほどやっぱり、ドライになっていく感じはあるよね。まあ、辛口にね。ああ。まあ、これはチーズとかで、食べりゃ美味しそうですね。チーズとかで合わせれば。あ、はめられるわ。これちゃんとよくできてるわ。これこっち側に、こっち側がこう入ったんだけど、これを逆さにすると、こっちの方が細くなってるんだよね。こっちが太めで、こっちが細くなってるから。本来こう入ってたはずなのにね。だからしっかりそこも計量されて、再開封っていうか、開封した後に、ちゃんとこれで栓できるようになってるっぽいですね。あ、よかった。さすがにこれ、一本飲みきれねえからな。アルコール度数 13% のやつ、これ一本、飲めねえ。今度ちょっとあれですね。チーズ買って。ああ、結構うまいな。辛口も意外とうまいもんだな。これ、チーズで合わせれば、かなり美味しいぞ。キッコーマンって書いてあったからどうしようかと思ったけど。あ、うまいわ。普通にうまいわ。ワインのうまさがわかんねえ俺にも、これうまいと思うわ、普通に。ああ。にわかの俺でも、これは、チーズで合わせれば絶対うまいぞ。書いてねえ。うん。これ普通に美味しいですね。これ店でも出されてるっぽいですね、どっかの店でね。うん。
あ、値段書いてねえけどな。あ、これうまいわ。ただ、ワインってさ、白ワインの方が飲みやすいんだよね。うん。どっちも辛口だった場合で行くと、白ワインの方が飲みやすいんだけど、個人的には。ちょっと甘いんだよね。結構甘めなんだよね。ちょっと結構渋めですけどね。だから赤ワインって結構渋いのがあるんで、白ワインは全然渋みないんでいいんですけど。結構、赤ワインは飲みづらいですよね。確かに。うん。これ美味しいわ。うん。どっかのワイン共有アプリみたいなのサイトには、こちらが、レーティングが5つ星中2つ星とかなり低い。そしてボリュームが軽いで、タンニンが控えめで、違う、控えめじゃないわ。で、甘みが中くらいになってますね。いちごの香り、期待弾ませ、めちゃくちゃ軽いって書いてあるね。いちごの香りは全然しないけど。うん。これはチーズが欲しくなるなぁ。これはチーズが欲しくなるぞ。うまい。うまい。地味にうまい。これは、単品で飲むとやっぱりあれだけども。まあでもそれでもそこそこ美味しいんじゃない?うん。この渋みに良さが見えてきたね。まあやっぱ腐ってもボルドワインですよ。腐ってもボルドーワインだけある。これはあれでしょ。チーズ入れたら、チーズでやったら全然うまいっしょ。チーズ入れたらっていうか、チーズ食いながらやったらめちゃくちゃうまいぞ、これ。うめえっていうぐらいうめえ。よし。このようにしっかり。閉まります。うん。十分だね。こんだけ閉まれば十分だね。うん。さすがキッコーマン。醤油の会社だけある。コクは結構強いっすね。コク強め。甘みはまあ、ないでしょう。香りもまあ普通ぐらいか。これ美味しい。うん。なんか、ワインに、あれだな。目覚めるかもしれんな、これ。うまい。4134です。ご視聴ありがとうございました。